生徒会として整備に努めなくて。こんばんは、おじさんです。なんかこれ誰がいいかな、誰がいいかな、皆さんどれがいいかな、リクエストあるかな。ということでこれ行こうか。キングはどうだったっけ。あれハッピーバレンタイン。あまり面白くないな。生徒会にはよく生徒たちの悩みも。ということでさっと行きます。さつきとじゃないかな。体の底から気力があふれ出るようだ。威風堂々レースを走り抜いてこよう。行きまーす。注目の一番人気17番シンボリルドルフ。実力は完全に上位ですね。貫禄すら感じてしまいます。クラシック3冠の1冠目を制する最も速い馬娘は彼女かもしれませんね。困りますよね。スマホでこれがあるからめんどくさいな。いきなりちょっと入ってくるからなんかわけわからない。あれがさっきのあれだろ。ポイントなんかどうでもいいしとかいう感じですね。また一つ歴史を刻もう。最も速い馬娘が勝つという皐月賞、成長を見せつけるのは誰だ。虎視眈々と上位を狙っています。3番人気はスペシャルウィーク。2番人気を紹介しましょう。テイエムオペラ王、威風堂々とスタートを待つのはこの馬娘。ジュニア王者シンボリルドルフ1番人気です。若き王者が実力を証明するか。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。ゲートの開幕、各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは全英スカイ、アイネス風神、ミホノブルボン。期待通りの結果を出せるか。1番人気シンボリルドルフ。先頭集団を見ていきましょう。先頭を行ったのは全英スカイ、アイネス風神、並んでくる。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。 AM オペラ王落ち着かない様子。アイネス風神快調に飛ばしていきます。花を奪っていたのはアイネス風神。2番手の位置で先頭を伺うのはミホノブルボン。その差と並んで全英スカイ、すぐに続いて5番、そして11番。その後から AM オペラ王シンボリルドルフ、外から行く内側ライン、ね、そして14番、その後ろスペシャルウィーク2馬身差ゴールドシップ。向正面に入って先頭から進行までおよそ12馬身。現在1番手は全英スカイ、続いてアイネス風神、さらに5番、4番手 AM オペラ王、内を回ります。ミホノブルボン、シンボリルドルフ、ここにいます。メジロライアン続いている。その後ろから11番、少し後ろからスペシャルウィークゴールドシップ続いている。少し後ろから14番、1馬身離れて15番、少し後ろから2番、1馬身離れて7番、その外並んで8番。まもなく第4コーナーカーブ。馬娘たちがどう動くか目が離せません。まだ先頭は動かない。これは直線勝負になるか。ミンボリルドルフ前を狙っているぞ。中山の作戦は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。我の前に。これが出たからいけるかな。スキルが出たから、スキルが出るか出ないかが差かなとかで思ってたけど、道は自ら切り開く。シンボリルドルフ並んできた。シンボリルドルフここで抜け出した。200を通過。シンボリルドルフリードは1月に足色は衰えない。先頭はシンボリルドルフ、変わらないぞ。見事シンボリルドルフ100体以上の強さを見せた。見事な勝利です。勝ったのはシンボリルドルフ。皐月を制し3冠の一角を手に入れました。2着はスペシャルウィーク、3着はテイエムオペラ王。唯一抜きんでて並ぶものなし。ということでした。